サビの高音で声を張り上げてしまって喉が痛くなったり、うるさいだけの大声になってしまったり、また音程が届かずにちょっとこう下がってしまったり、まあ、そういう経験ありませんか？頑張らなくてもしっかり高音が出せて無理のない素敵な声で歌えたらすごいいいですよね。というわけで今日は歌っていても苦しくて高音が出せない、まあ、そういう状態をねどうやって回避していくのか、まあ、喉声にならずに楽に歌っていくためのボイトレなども合わせて紹介していきたいと思います。まあ、とにかく無理して高音出すのって結構きついじゃないですか。まあ、自分もそうですし聞いてる方もね苦しくなってきたみたいな感じにね、大丈夫かなみたいな、そういう不安な気持ちにさせるっていうのもあると思うんですね。でも今日のこの原因と解決策をつかんでおけば、喉声の沼にはまることなくすっきりと無理のない声で歌っていくことができますので、ぜひ最後までご覧になって参考にしてみてくださいね。こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルでは自分らしく歌うことで表現していきたいという方が参考にしていただけるワンランク上の歌い手になるためのヒントをお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思いますが、まずサビの高音で声を張り上げてしまう人、実は私もそうだったんですね。とにかくサビや声出して盛り上げなきゃなんて思っていたり、プロの人はもう本当に体の底から声をね張り上げているんじゃないかななんて、そんな風に思っていたんですね。ところがアメリカにねボイトレ留学をさせていただいた経験があるんですけれども、その初めのレッスンでもう気合を入れて声を出した私にコーチが言った一言、そんなに大きな声出さなくてもいいよってことだったんですね。っていうふうに思って、まあ、当時は全然その意味が分かっていませんでした。でもそこで学んだことは、声帯というのはその歌を歌っていくための自分専用の楽器であるということ、そしてこの楽器の使い方をイメージしないことには感情任せに声を出したところで自爆しますよっていうことだったんですね。あ、なるほど、そうか、あ、これは楽器なのかっていうふうにその時初めて思いました。だったらちゃんとこのね楽器の使い方というのをこう感情と切り離して、掴んでいく必要があるなというふうに思ったんですね。まあ、そこではいろんなことを学ばせていただいたんですが、声帯は、私の YouTube 動画の中でもたくさんいろんなところでお話ししていますが、こう V になっていて喉仏の中にあります。もうほんの 1.5 センチから2センチくらいのちっちゃな楽器なんですね。でこれが、どんなイメージで動くかというと、2本のゴムチューブを想像していただければ一番わかりやすいかなというふうに思うんですね。低い声を出している時というのは割と太いウエイト感のあるね、声帯がこう振動してくれます。あー、ブル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 ですね。下から息が送られてきてこの間を通過するんですが、高音になればなるほどどん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 このゴムチューブが引き伸ばされていって薄くなります。ビヨーンな感じですね。あーみたいな感じで、高音になればなるほどルルルルっていう風にね軽くなっていきます。薄くなっていくという。で音程というのは振動数によって決まります。要するにどれだけ振動したか、その振動する数によって音程が決まるということなんですね。なのでここで大事なポイントは、高音ほどたくさん振動させなければいけないということですね。低い音よりもどん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 振動数が上がっていくということです。なので薄くなっていく必要があるわけです。ところが張り上げて喉声になってしまう人はどういう状態になっているのかというと、この重い声帯のまま、私はよくウエイトというふうに説明しますけれども、声帯の重さですね、その重さが重い状態のまま、どん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 高音を出そうとしているような状態なんですね。本来ならばどんどんビヨーンと薄くなっていかなくてはいけないのに、例えばあっていう感じで重い状態のままたくさん回していかないといけなくなってくるので、もうガンガン息をこうかけていかないといけなくなってくるじゃないですか。そうするともう必死で回そうとするので、そんな状態になっているんですね。これだと喉の負担も大きいですし、声も重たくなってきます。ポジションも重い。本当はスーッと出していきたいのに、あーって出していきたいのに、あーみたいな感じでいかないみたいな感じに、ね、なってくるので、
ずっとこの喉にね力が入った状態のまま、ここで声を出していくみたいな感じになるんですね。でも実際歌っていると、これって喉声なのかな、それとも地声なのかな、どっちなのかなっていうふうに思ってしまうことって多いと思うんですね。でなかなか自分でその喉声かどうかっていうことを判断できないっていう方もいらっしゃると思います。そんな時どこをチェックすると、あ、これ私今喉声かもっていうのを判断できるのかというポイント、チェックポイントについてお話ししていきたいと思います。まずはですね、高音に向かって声出していった時に急にひっくり返ってしまったり裏返ってしまったり、そうなってしまった時というのは、うまくこの声帯のねウェイトをコントロールできていない、軽くできていないということになります。つまりは喉声になっているということですね。そしてもう一つは、高音になるにつれて喉がどんどん痛くなるとか重くなってくるとか、そういう症状が出た場合というのも、これは喉声の可能性がありますね。そして3つ目、これはさっきも言いましたけれども、音程が届かないということですね。これはちょっと下がっちゃったなっていうのをそこに気づけて修正できる場合はいいんですけれども、修正しようとしてもなかなかね、こういまいち届かない、録音したのを聞くとちょっとこう低いとか下がってるとか、そういう時というのも結構その声帯のウェイトコントロールがうまくいってないということですので、喉声の可能性があります。こんな風に無理に重い声帯のまま高音頑張って出そうとしても、ちょっとこうギャップがついてしまったりとか、その先の高い声にねつなげていけないとか、そういう状態になってきますので、やっぱりこれでは楽に高音を歌っていくことができないですよね。じゃあどうするのかということですが、まずは解決策の1つ目、これ先ほどもちょっとお話ししましたが、そんなに大きな声出さなくてもいいよっていうことなんですね。これってね、そんなことっていうふうに思われる方本当に多いと思います。でもここが本当に重要なポイントなんですね。なぜなら、特にこう張り上げてしまう人っていうのはどんどんボリュームアップしていってしまうので、ボリュームアップしてしまうことがこの喉声の一番のもう原因かなというふうに言っても過言ではありません。そしてこの声のボリュームを2割3割落としてみるということで、これだけで解決する場合もたくさんあります。なのでまずはちょっとボリュームダウンするということをやってみてください。そして解決策の2つ目、息のコントロールをしてみるということですね。例えば、あーというメロディーがあったとするじゃないですか。で、張り上げてしまう人というのは結構ボリュームアップしていくので、あーっていうふうに出したりとか、あーってなっちゃったりとかすることがあります。で、そこでボリュームダウンをしようというふうにしてしまうと、あーっていうふうにね、声帯がキープできずにふわっとこう緩んでしまうことが多いんですね。そこで息のコントロールです。あー、こう息をガーって吐いてしまわないように、あー、ちょっと息をね止めて出してみることですね。そうすることによって、あー、はーっていうふうにパカッて開くのを若干抑えることができます。声帯閉鎖がしやすくなるということですね。あー、ちょっとこう息を止めながら出してみるというのがポイントです。これすぐにできるようになるにはちょっと難しいかもしれませんが、息を無駄にしないようにちょっとこう止め気味でね、出してみるというのがポイントです。そして3つ目、高音に行くにつれて、ウェイトを減らしていってみてください。どういうことかというと、さっきもウェイトの話しましたが、喉声で張り上げてしまう人っていうのはどの音程でも同じウェイト感で歌おうとしてしまいます。例えばこれが5だったとすると、5555の感じでいこうとするんですね。あーな感じです。これを5431くらいなバランスに変えていきます。そうするとあー割と自然にねこうつながっていくと思うんですね。これめちゃめちゃ大事です。これコントロールができると、もう結構低音から高音まで、スムーズにひっくり返らずに同じ響きをキープした状態で声を使っていくことができます。で、この時にイメージしていただきたいのはゴムチューブですね。だんだん薄くなっていくようなイメージです。5431な感じですね。これできたらもう本当に声のコントロールが楽になってきます。
ではここで一つボイトレを紹介していきたいと思います。要はこの喉声帯近辺でゴムチューブをこう引き伸ばすための筋肉というのがいくつかあるんですね。例えばざっくり分けて引き上げ筋と引き下げ筋っていうのがあります。その引き上げ筋と引き下げ筋を使っていく、ボイストレーニングを紹介していきたいと思いますが、このポジションを上げていくためにも喉仏をちゃんとこう下げていくためにも、この両方のこの筋肉を使っていくトレーニング非常に役に立つと思いますので、喉声で張り上げてしまう方はぜひやってみてください。これめちゃめちゃ効果があるんじゃないかなというふうに思います。どういうボイトレかというと、口を閉じてこういう方向とこういう方向に声を出してみます。こんな感じです。ちょっとね、音を聞いて真似していくといいと思います。変な声になりますけどね。若干口を開けてもいいかも。ここでなんかこうひっくり返ったりしないように、あんまりこうね大きな声出さずにこもった感じで音に出してやるときはとかでもいいですし、とかでもいいかもしれないですね。ピアノがない場合はなんかこうすごいこもった感じで、あまり口を開けずに口の中をビヨーンと伸ばすような感じで、ぜひやってみてください。簡単なボイトレですけれども、喉声で張り上げてしまう人は、あ、なんか低音と高音がすごいつながりやすいなっていう、このラインみたいなのがねちょっと見えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。この他にもいろんなボイトレのパターンがあるんですが、今回は一番簡単にできそうなボイトレを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。喉声で張り上げてしまう方、まずはボリュームを落としてみる、そして息のコントロール、息をちょっと止めながら声を出してみる、そしてウェイトコントロールをしてみる、ちゃんとこうね高音に向けてスムーズに薄く減らしていけるような、イメージをしていくという、この3つを紹介させていただきました。ぜひあなたの練習に取り入れてみてください。今日の動画が面白かったなという方はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you!